それでは早速試合の方に参りましょう。第1ブロックの第6試合ラフモンスターズ対ゴナ東京の試合です。さあそれでは参りましょう。波動ファイト。まずはレッドサイドステータスご覧いただきます。一番奥側タコちゃん選手4321、真ん中コウ選手1135、手前オッツー選手4321、対するブルーサイドゴナ東京一番奥側ツグ選手3241、真ん中ウィー選手5221、そして手前コウダイ選手3241。さあラフモンスターズここでアタッカーのステータス変えてきました。4321が2名といったところでですね、少し大きいだけれどもスピードもある4321、2名積んできました。残り時間40秒半分切ろうとしたところで2対2。まずはですねシールドを張って前でタコちゃん選手が攻めていっている状態です。ゴナ東京チャージが多いのでシールドの対処は比較的早いんですけれども、ばらまきもできるといった形でゴナ東京が1点リードしております。さあこのフィールドの中で一番スピードが速いのはブルーサイドの真ん中ウィー選手のエナジーボール5221です。このスピードにねしっかりねスピードの緩急ありますから、ここ耐えていけるか。ズグ選手も取って残り10秒、1点差、ゴナ東京が1点のリードだが、しかしここで追いついていくラフモンスターズ。残り5秒、さあ取ったオッツ選手、逃げ切るか。逃げ切った。5対4、レッドサイドラフモンスター